現在、尖閣諸島周辺海域では、中国海峡局の船が、毎日のように、侵入を繰り返している。そんな中、潜水艦の侵入も繰り返している状況。今回、尖閣防衛部隊、海上保安庁の予算を詳しく見ていきます。毎年増やしていかないと、手遅れになる。次の100代総理大臣は、誰になるんだろうか？高市さんかな？2020年12月、海上保安庁は、令和2年度補正予算案に345億円を計上し、沖縄県の尖閣諸島周辺警備のための大型巡視船や練習船の建造に充てるとして発表した。他には、定員増への対応や中型ヘリコプター整備費用、新型コロナウイルス感染対策費として、防護服などの購入費用、各施設の空調整備などが盛り込まれているとされている。大型巡視船においては、2021年になってから、ここ数ヶ月連日、尖閣諸島の接続水域ばかりでなく、領海侵犯を繰り返す中国海峡局艦船に対抗するための手段として、その導入が急がれている。中国海峡局の艦船は、2艦1組となり、最近では、常時2組が尖閣諸島周辺を徘徊しており、その行動も領海侵犯を繰り返すなど、徐々に過激化の傾向が見られている。その傾向を受けての今回の海上保安庁予算の補正となったわけであるが、大型化と武装を強化しつつある中国海峡局艦船に対抗するために、巡視船の大型化は必須であり、さらに武装強化が重要であるとされている。2021年4月現在において、中国海峡局艦船は、徐々に、尖閣諸島の領海を侵すようになっており、中国の領土であるとの主張を強めているにもかかわらず、政府与党の自由民主党内部の二階氏以下の親中派議員の影響力によって、首相からのコメントはなく、傍聴官も、ただただ、遺憾の表明を繰り返すのみで、ただ、海上保安庁のみが、日本の領土と漁船を守っている現状である。この日本政府の弱腰については、先日の日米首脳会談においても発揮され、中国による台湾侵攻を懸念する米国に対して、菅首相は平和解決を望むなどとの文言を入れることを懇願する弱腰ぶりを露見して情けないばかりである。そのような不甲斐ない姿勢を見せる日本政府、および、自由民主党を当てにすることなく、孤軍奮闘尖閣諸島を守り続ける海上保安庁には、感謝の念しかない。この尖閣諸島防衛に当たっているのは、海上保安庁石垣海上保安部、第11管区、であるが、ここには、尖閣領海警備専従部隊が編されて、警戒に当たっていることを、どれほどの国民が知っているのであろうか。1972年、昭和47年、5月に、沖縄が日本に返還されて以来、先島諸島周辺海域の警備に携わってきたのが、第11管区、石垣海上保安部である。2012年、平成24年、9月に、日本政府が、尖閣諸島を国有化して以来、突然、中国が、尖閣諸島が、領土であるとの主張をしだし、中国海峡局の公船が尖閣諸島をうろつき始めて以来、この第11管区の巡視船は常に中国公船の動きを警戒し続けてきたのだ。しかし、中国海峡局艦船をはじめとする公船は海洋調査を無断で実施したり、領海侵犯を繰り返すなどの不法行為ばかりか、時には中国海軍船舶が島へ接近するなどの緊張を招き、また、中国漁船が操業を行うなどの挑発行為を繰り返してきたのである。この一触即発の緊迫した海域において、海上保安庁第11管区、
石垣海上保安部は、人員約700名、大型巡視船13隻を有する国内最大の艦区として、対中国の最前線を担っている。さらに、この第11艦区は、東南アジアにおけるシーレーン警備にも当たっているため、薬物や武器の密輸などにも目を光らせねばならず、日本一多忙な艦区でもあるのだ。しかしながら、石垣海上保安部に所属する巡視船は13隻あるとはいえ、ほとんどが1000から1500トン級であるため、長期にわたって尖閣諸島周辺に待機することができず、単サイクルでの出航機構を繰り返しながら、スコードロン方式と呼ばれる臨戦態勢に置かれている。このスコードロン方式というのは、米海軍が戦時下に採用する乗船シフトで、巡視船の乗組員を船舶固定とせず、一任務を完了した後は、クルー全員が下船して、陸での休養を行い、待機した後に、別の同型艦に乗り組み、任務に就く方式である。このシステムは、船舶が同型艦で揃えているからこそ可能であり、巡視船の整備スケジュールと、乗組員の休養スケジュールが、効率的に管理することができ、700名の人員で、13隻の巡視船をうまく回転させることができていると言えるのだ。現在のところ、石垣保安部では、700名を4チームに編成し、ヘリ搭載巡視船1隻と1000から1500トン級が2隻でチームを編成して、尖閣諸島で一番大きい魚釣島周辺に1チームが、その北側海域に1チーム、魚釣島の北東 70km の大正島周辺に1チームが警戒にあたり、残りの1チームが遊撃待機といったシステムで対応しているとされている。ところが、ここ最近、中国海峡局の艦船の増強と大型化が顕著になっており、日本が保有している1000トン以上の巡視船の2倍以上の数を保有しているばかりか、3000トン以上の大型艦船を複数、尖閣諸島周辺に張り付かせているのである。また、海峡2901とされる1万トン級の巡洋艦並みの大型艦も2隻保有しており、しかも、その2隻には76M 砲と推定される軍艦並みの砲塔を有していて、海上保安庁の1000トン巡視船では、とても対抗できないとされている。そのため、海上保安庁では、現在保有している6500から7000トン級で、ヘリコプター2機搭載可能な、黎明型巡視船を急ぎ建造して、石垣保安部への配備を進めているのだ。しかし、巡視船は、建造できても、人員の確保が、それ以上に難しいのが現状であり、海上自衛隊が、イージス・アショア計画の撤回のために、イージス艦を増やさなければならなくなり、増員を計画していることと合わせて、互いに人員不足に頭を悩ませているという。このように悩みが多い海上保安庁なのであるが、その弱みを突くかのように、中国が、このところ、尖閣諸島付近に、海峡局艦船を、常時4隻2チームに分けて、ほぼ常駐させていて、しかも、領海侵犯の頻度が増えていることから、尖閣周辺海域での緊張が高まっている。さらに、中国は2020年11月の全国人民代表大会において海峡法を発表し、自国領海内での中国公船の武器使用を認めるものとして、尖閣諸島を領土と主張している現状から、海上保安庁巡視船のみならず、日本の民間漁船への発砲を可能として、ことは大変な脅威となっている。しかしながら、我が国の海上保安庁巡視船は、海上保安庁法第20条においては、他に手段がないと信ずるに足りる、相当な理由のある時には、その事態に応じ、
合理的に必要と判断される限度において武器を使用することができるとあるものの、外国船舶、軍艦及び各国政府が所有しまたは運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除くとされていることから、中国海軍艦艇や中国政府の公船には武器を使用することができないとの自主規制があるのだ。つまり中国海峡局の艦船が尖閣諸島の領海内において日本の海上保安庁巡視船や民間漁船に対して発砲したとしても、巡視船は機関砲を搭載していたとしても武器による反撃をすることができず、残された手段は体当たりで阻止するしかないのが現状なのである。いくら大型巡視船を配備したところで、この鵜鳴神保保安庁法第20条の2を改定しないことには、有事には一方的に攻撃を受けるだけとなり、また海上自衛隊を派遣したとしても海上警備行動の発令程度では中国公船に対して火器を使用できないことから、日本政府は近年の中国の強引な海洋進出に対抗するために一連の法改正を早急に実施しなければならないのが現状である。